おはようございます。おはよう。起きてますか？セミ、すごい。セミの音うるさいかもしれない。窓開けてないんだけどね。すごい。ガラスを貫通してくるセミの声がします。おはよう。今日は、ちょっと気が向いたので、朝配信しております。まあ、1時間以内には多分、終わると思うんですけど。おはようございます。夏ですね。夏がやってきました。夏が始まる。今日はね、まあ午後からなんだろう、用事があるので、午前とか何にもないんですよ。だからちょっと美容院行ってこようかなと思って、1ヶ月ぐらい経ってるのかな。前回6月行ってきたけど、それから結構経ってるので、もう月末1ヶ月経ってんのか。だからそろそろ行かねばなぁと思うので、今何にもしてないんですけど、何にもしてないからめっちゃ跳ねまくってる。ので病院に行ってこようと思います。切るの切ろうかなーって思ってる。ツイッターで前アンケートを取った時に短い方が多かったから、まあ僅差だったんですけど。 ちょっとね、長さ調整していきたいと思います。夏だしね。美容院での話題の準備はできてる。私ね、いつもホットペッパーで予約するんですけど、いつもなんか項目があるんですよ。接客態度選べるみたいなやつで、それでいつも静かに過ごしたいって押してるので、基本もうあんま喋ることなくなりました、それが追加されてから。最近ね、その項目ができたんですよ。楽よ。さすがホットペッパービューティー。そうそうそう、選べるんですよ。楽しく喋りたいとか、静かに過ごしたいとか。今日はまあ髪の毛いってこようかな。まあ、あとちょっとトリートメントとかしに行こうかなと思います。皆さんはどれぐらいの頻度で美容院に行きますか？どうなんだろう。男の人とかだったら髪の毛短いからあれなのかな、4ヶ月とか3ヶ月ぐらいは飽きそうな気がする。1ヶ月結構いくね。月1。私と一緒じゃん。何するの？切るの？もうちょっとでも伸びたら切るってタイプなのかな。じゃあ、なんか私あんまりちょっと
すごい美意識高いわけじゃないから。男性と一緒ぐらいかもしれない。でも私あれなんですよ、前髪だけはメイクさんに切ってもらえるから、切って頼むから、公演があるたびにいつも切ってもらったりしてる。切ってもらったからちょっと短くなりました。ちょっとアイロンしてないからあれだけど、前髪を短くしました。いつもメイクさんに頼むときは眉毛と二重の上にしてくださいって言ってます。めっちゃ雑な注文。こうやってティッシュ自分で持って、こうやってしたらちゃんと二重より上で眉より下で揃ってます。でメイクさんの中にもさ、なんか美容師免許を持ってないタイプのメイクさんもいらっしゃるから、その時はねあんまり切ってもらえないんだよね。なんか別らしい、美容師の資格持ってるメイクさんもいれば、普通になんかヘアメイクだけのメイクさんもいらっしゃるから、そこはまあ運ですね。前髪のち、イエッサ。今日暑くなりそう。なんかもうすでに暑い。やだやだ。絶対暑い。水分補給しましょう皆さん。嫌い、夏が来る。好きじゃないんですよ。もうずっとクーラーつけてる。最近ね、クーラーデビューしました。体調とか完全体になった。体調なんか親知らずでもね、痛いんですよね。だからまだね、だから薬飲んでます。でも市販の薬、普通にロキソニンとかイブとか1日1回ぐらい飲んでます。そうまだね、なんか調べたんですよ、なんかすごいしこりがあって、ここにもう糸とか取ってるから何もないんですけど、口の中にはここにね、なんかしこりがあって、触ったらわかる、自分だけわかるしこりみたいな。でなんか調べたら、血液のなんかこう何かが固まってるみたいな。でもそれは1週間ぐらい経てば流れてくみたいな書いてたから、まあちょっと1週間ぐらい我慢するかって感じ。で踊ったら痛いんですよね。まあでも抜歯直後よりは踊れるんですけど、全然なんとかこうごまかして飛んでる風に見せてます、毎日。ごまかすのだけは上手な私。昨日かな、一昨日か、公演があったんですよ、うん、その時にちょっと飛んでるように見せて上下に動いてるみたいな、ごまかしテクを使ってました。公園見た、ありがとうございます。僕恋公園楽しかった。
もう次の公演の予定が今のところ入ってないんですよね。うん、いつやろうか。8月あるのかな、あればいいなと思うんだけど、8月の公演の予定がまだ出てないので何とも言えませんが、8月はあれよね、プーさんの卒コンがもう近いんですよ。だから今結構それに向けてレッスンとかしてて、なんかツアー以来に覚えるということを今しております。結構ずっとしてるかも。昨日もレッスンして、そう踊ってますね。8月の予定あんま出てないよね。だから分かんなくて、バシこっちもしたいなって思ってるから、もう予約取ったんだけど、取ってもう歯医者の予約入れましたって、この人この人この日にって言ったら、分かりました、なるべく仕事入れないようにしますって言ってたけど、わかんないからね、絶対入る気もするんだよな入りそうな。8月8日毎日行く、ありがとうございます。くま、ありがとうございます。月末に歯医者行きます。もう仕方ないよ、お仕事入るのは。そういう定めなのよ、きっと。有給がないんよ、多分アイドルって使ったことないけど、有給休暇とか使ってみたい。目かゆ、有給消化とかしたことないんだけど、あるのかなそもそもって思うね。個人事業主だから有給ない。悲しい。悲しかな、悲しし家を憧れの有給休暇というものを一生味わえないのかしら、私は。まあいいや。一回行ってみれば絶対多分違うと思う転職するしか。いや私多分でも普通のことできないからこれが向いてるんよきっと。もう無理だもん、毎日同じ時間に起きて同じ時間に出勤するってことができないタイプだから。自分シャフなんで転職会社員できそう。無理、絶対わかんないけど、どうなんだろう。なんか毎日同じ生活がちょっと無理かもしれない。でも
毎日違ったら違ったでめっちゃ不便なんですよね。なんか歯医者とかもそうだけど予約取れない。一生アイドルできないからその後どうする。そんな、私は愛犬と幸せに暮らすが一応将来の夢かな。すんごい答えになってないけど、愛犬と幸せに暮らすことですかね。老後、老後じゃない人生ってことですか。こんなこと言われても、考えてないよ。なんだろうね、わあ眠い。すぐ結婚してそう。私結婚願望ないんですよね。結婚願望がないっていうより子供が欲しいっていう願望を一回も持ったことがない。でもずっと言ってるんですけど、なんか子供を、人の子供だからかわかんないけど一回も可愛いって思ったことがないから、子供あんま好きじゃない、好きじゃないというか苦手、そばにいたらちょっとおーってなるかも。なんでかって言ったら子供は宇宙人だから、なんか通じない、言葉が通じるようになってから私の周りに来てほしい。宇宙人はちょっと苦手です。たまにね、だから私 TikTok よく見るんですけど、 TikTok でさ、子育て TikToker みたいな人いるの、子育ての日常みたいな。でもさ、それをね、なんかよくおすすめに出てくるんですよ。もうイヤイヤ期の子供みたいな、もうよくお母さんとかお父さんやるなと思って、やるなっていうのもあれだけど、すごいなって。私こんなん言われたらもう本当にね、もう あかんわってなる。すごいよ、イヤイヤ期の子供。でも誰もがそれを通ってきてるからね、感謝です親には。キちゃんにもあった、わかんない、記憶にないけどあったのかもしれない。反抗期はなかったけどね、イヤイヤ期はもしかしたらっていうか多分あったと思う。でも覚えてないからな。大変な思いをしてます、全国のお母さんお父さん。
大島優子さん結婚されましたね。あの昨日レッスンだったんですけど、もうメンバー内のビッグニュースだった。へーみたいな、もう休憩中に誰かが大島優子さん結婚したって、へーみたいな、もうすごいもうキャーってなってました。ツイッターに出てました。あのおっさんずラブのマキさん、おっさんずラブめっちゃ見てたんですよドラマの春田とマキさん、懐かしいと思った。空港の方を見た。いや映画は見てないな、ドラマしか見てなかった。おめでたいですね。おはよう、おはよう、元気そうで何よりです。元気です。なんかぼやけてセミの音すごいやばいね。もうここぞとばかりにセミが鳴いてる。うるさいねでも許してあげてください。今年だけの命なんです。こんな泣いてたっけって思ったけど、どんどん生まれてきてますね。コンビニに入ってきたセミとか地獄。コンビニにセミ入ってきたらもうパニックやね。夜は静かにしてるんかな。夜あんま聞かないけどね、寝てるんじゃないのかなわかんないけど、セミの生態を確認したことないから。今が正念場のセミ。せやな。洗濯物の中にセミ入ってるとかあるからな。ないでしょどういう状況。そんなことある。でも実家にセミ家に入ったことある。めっちゃ怖かった。室内にいる虫ほど怖いものはないね。あ、外に干してた洗濯物にか。そっか、洗濯機の中にセミいるのかと思った。そりゃそうか。確かにカメムシとかうち結構ついてたな。パンパンしてたからこうバサンバサンってして取り込まないとダメだった。夏場の虫は怖いね。暑いしすぐ虫は行くから気をつけないと。
部屋干し洗剤を信用して部屋干し。あーでもちょっと私この暑さになってきてから外干しに変わってきたかも。ずっとあのよ家で家の中で干してたけど、暑いからめっちゃ乾く。なんかもう私の干し方が悪いのか T シャツがパリパリになるんだけど、なんで？外干し危険。でもね本当にね私盗めるようなあの高さの場所に住んでないから大丈夫なんよ。たまに心配されるんだけどさ、外干ししてるって言ったら。でもあのそんなあの1階とかに住んでないから大丈夫。なんかパリパリ、なんかめっちゃ T シャツ硬くなるんだけど、なんで？あ、柔軟剤？なんかすんごいバリッバリになる時あるんだけど、気をつけよう。タワマンじゃないの？広島タワマンあるのかな？わかんないけど。でもあのたまーに私全部最近 TikTok ばっかなんだけど、 TikTok の不動産屋さんのアカウントとか見たりするのが好きで、タワマンとか見てる。いるかみたいな、この部屋この部屋いるかみたいな。一人暮らしなのかなタワマンって。お金持ちになってあの窓をさ業者が拭くようなマンションに住みたいね上から吊られてるような、わかる？窓拭き業者がいるようなところに住めるようになりたいね。タワマンと普通のマンションの違いって何？なんか調べたことあるんですよね。なんか定義があるらしいんだけど、何メートルみたいな、だからなんとかタワーマンションってついててもその高さになってないやつでもタワーってつくことがあるらしくて、タワーマンションっていう名前でも実際にはタワマンじゃない物件とかも多いらしい。偽タワーマンってやつですね。まあそんなしね、普通の人はそんなわかんないからさ、何でもいいのかもしれないけど高かったら60メートルが分岐らしい。そうなんだ、60以上ってことか。そろそろ失礼します。朝配信ありがとう。いってらっしゃい。何階以上がタワマン扱い？分からん。67階とかじゃない？知らないもう102階とかさ、もう遅刻したら終わりだよね。自分の家102階ですとか。どうするよ、2分かかりますみたいな。
エレベーター故障したら怖いよね。私一番怖いのスカイツリーとか東京タワー行く時で一番怖いのがエレベーターかもしれない。たまになんか透明ガラスのエレベーターとかありますよね。あれちょっとしたアトラクションみたい。景色が見えるエレベーターたまにある、あのショッピングモールとかにあるとか割と好き。高所恐怖症で住めない、そういう人も多いよね。でも1階は1階でさ、ちょっとなんか不便なとこもあるよね。虫が入りやすかったりとかさ、あとなんだろう、なんか1階に住む場合の注意点みたいなのも見たことあるんですよ、 TikTok で。最近の知識全部 TikTok。 ダメだ、若者化してきてるわ。3から5回ぐらいでいいよね。あーまあ確かにそうだね。うん、3、4、5、6、7とかそこら辺。3階まで G 登ってくるらしいね。それはね、あの3階までとかじゃない、私前住んでた時10階以上だったけど入ってきてたから普通に。今は違うけど、だから絶対もう3階以上とかそういう問題じゃないよ。 G はどこにでも現れるんですよ。やつは来るよ。やつは現れるね。もうだってね、でもロビーの段階でいたもん、やつが。え、これ私がその自動ドア開けたら入ってくるじゃんみたいな、このロビーでの攻防みたいなのやったことあるもん。4年ぐらい前だけど、ロビーで見て待って、ここにこのドアを開けなければ私は家に行けないのにこいつも入ってくるみたいな。怖いよね。なんかオリンピックにさゴキブリ映ってたよね、なんかの競技で。知ってる？なんかテレビ越しに見るゴキブリはまだ見れるんだなと思った。知らない、謎にゴキブリドアップで映してたカメラ。調べてみてください。めっちゃドアップで映ってるから。抜きで映してたよ、ツイッターに流れてきた。何の競技だったかな、忘れちゃった。調べときますね。まあいいか、こんな情報。女子ホッケーグループ B のアルゼンチン対スペインの試合。それらしいです、女子ホッケーのアルゼンチン対スペインの試合のカメラを見てください。コメントから有力な情報が。ゴキブリさんもね、オリンピックに参加したかったのかもしれない。
みきちゃんオリンピック目指すなら何の競技？何の競技だろう。何の競技かな。わかんない。考えたことなかった。あんまりスポーツ考えたことない。最近したスポーツは昨日瀬戸チャレで放送してたんですけど、モルックっていうなんかフィンランド発祥のスポーツを最近瀬戸チャレっていう番組でやりました。なんかね、木の棒を木の棒で倒すゲームなんですけど、説明が難しいんですよね。なんかね、ボーリングのピンみたいに木の棒がこう並んでるんですよ。本当にボーリングのピンみたいな感じでポン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 って。でその木の棒には数字が書いてあって1とか2とか12とかで、それと同じ木の棒を持ってそのピンに向かって投げるんですよ。で縦に投げてもいいし横に投げてもいいし、投げ方は何でもいいんですよ、そこで投げれば。でそれが1本だけ倒れたら、その棒に書いてある数字5点だったら5点が入るんですよ。でも複数倒れたら、例えば3本倒れたとして5とか12とか1とか数字書いてても、その書いてる数字を足した点数が入るんじゃなくて、複数倒れたら倒れた本数の点が入るんですよ。3本だったら3点なんですよ。で先に25点になった方が勝ちなんですけど、25ぴったりで終わらないといけなくて、25を超えたらまた最初からやり直しみたいな、なんかそういう系のゲームだった気がする。ちょっと間違えてた、ごめんなさい、ルールっていうね、モルックのゲームをねマイカーでして、そうそうそう、だからすごい戦略、なんかだん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 頭脳戦みたいになってくるんですよ。だからこう相手チームに25点を取らせないようにあえてこうばらけさせて、なんか数字をばらけさせたりとか、すごいのぴったり25点にならないといけないから、だんだんこう頭脳戦になって、わざと外したりとかで、同じチームの人が3回連続ミスったら終了みたいな、もうその時点で失格みたいな感じの、すごいね、あのややこしいんですよね。だから瀬戸チャレの時に起きたのは、なんだっけな、なんかもう24点ぐらいになった時があって、確か24とか、もう本当にあとちょっとで25だけど、その25ぴったりにするためのピンは絶対届かないみたいな感じになったから、相手チームが先にピンを倒せさせて25越すのを待とうみたいな時になった時に、わざと負けようみたいになって、で私もソラハとユミニさんと一緒のチームだったんですけど、私もソラハもこうわざとね、あの変なとこ投げて0点にやってたんですよ。でも2回連続負けたら次は絶対成功しないと失格になるんですよ。でその2回のうちに相手チームがこう倒してくれるかなって思ったら倒してくれなくてみたいな、そういう心理戦みたいな。さらば青春の光の森田さんがそのアンダバサやってて、モルックのアンバサダーだ、アンバサダーをやってて、でその森田さん曰く、モルックを始めたその日に日本代表になりましたって言った。なんかそんぐらい敷居が低いスポーツですって。言ってました。あ、日本代表だ、日本代表になったんだって。だからモルックのなんか日本代表になるために必要なことは、その世界大会に行く旅費だけって言ってた。フィリピン、フィンランドかスペインかどっかだった気がする。ってことをさ、なんか昨日なんか瀬戸チャレの広告でつぶやいたんですよ。
モルック始めてみようかなみたいな感じで、そしたらさ、モルックのさ、なんか世界チャンピオンって書いた人からフォロー来てたああって思って、いいねされてて、多分モルックで検索エゴサしてるんだろうね。日本選手権みたいな びっくりした。すごい、なんかそんなそんなって感じなんだけど もうちょっとモルク、まあでもなんかすごいよね、なんて言うんだろうさ、そんなすごいメジャーなスポーツじゃないのにさ、こうそのやってる人たちの盛り上げを、まあ英語させたりもそうだけど、いいねをしたりとか、なんかすごい、ちっちゃくてもさ感じるよね、なんか勢いじゃないけど盛り上げようみたいな、うん、って思いましたね。本場でいう羽子板みたい、日本でいう羽子板みたいな存在らしいです、そのフィンランドとかでは。モルック、モルッコ、でも面白かったです、普通に熱中した、そんなすごい動くわけじゃないけど、みんなもぜひやってみてください。ミニモルックあったら嬉しそう。うん、なるほどね。テーブルゲームみたいになればいいのにね。モルックで思い出したんだけど、モルカの映画を見に行きたいんだよね。ぷいぷいモルカの映画今やってるんですよ。なんかボールもらえるらしくて、ぷいぷい音が鳴る、上映中になんかみんながぷいぷい鳴らしてるみたいな、え、それだ大丈夫なんて思ったけど、モルカーならありえるぞと思って、めっちゃ行きたいんですよ。みちさんに昨日パルコ行こうって言われたんですけど、レッスン終わりに、私 LINE でね言われたんだけど、私もうすでに違うとこいたから行けなかったよね。パルコ、今広島パルコでモルカやってるんですよ。行きたかったな、ぷいぷいしたかった。ちょっと行こうと思いました。おみつの誘い、そう、おみつから誘われる世界線生きてるんですよ、みんなごめんみんなごめん、ぷいぷい。みちはなんかのアンバサダーやってたね。あ、なんかフォートナイトね、すごいよね、めっちゃフォートナイト好きなのにさ、すごいって思って、フォートナイトの大会とかあるんだね、思ったけど、びっくりした。おや、フォートナイトはちょっとすごいなって思って、なんかさ、エーペックスとかさ、荒野行動とかさ、フォートナイトとかにさ、大会に出てる人ってめっちゃ初心者に厳しいイメージあるんだけど、これは偏見、全然そういう系のゲームやったことないんだけどさ、おい下手くそとか言われるイメージがめっちゃあるんだけど、めっちゃ始めてやってみたいなと思うんですよ始めてみたいなと思うんだけどさ、なんか勝手な偏見、マジのガチガチ勢っていうイメージ、
本当に上手い人は優しい。あ、そっか、逆に。絶対私迷惑かけるもん、やったとして。うん、でもいいね、フォートナイト。うん、 e スポーツってやつですか。ちゃんとさ、なんかゲームの大会もさ、なんか本格的な種目として認定されてるのがすごいよね。なんか e スポーツ大会みたいな。うん、ゲームね。応援したいと思います。アンバサダー。アンバサダーってめっちゃ言いにくくない？アンダバサーって言っちゃうんだけど、アンバサダー、アンバサダー。ポキちゃんは何バサダーになる？何バサダー、そこ何にするの？めっちゃアンダバサーって言っちゃう。アンバサダー、アンバサダー、アンバサダー。アンダーザシー、アンダーザシー、ダダ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 。昔流行った白い飲み物なんだ？何そのなぞなぞ、分からん。アンバサって飲み物があるの？知らない、初耳学。どういう飲み物ですか？ジェネレーション、ジェネレーション、いつの時代のやつそれ、何年代？カルピスっぽい。美味しそう。ホワイトサワー、私そういう系大好き。スコールとかもうないの？カルピスソーダのライバルって書かれてた。カルピスソーダに負けたんか。アンバサ今も売ってるんだ。ちょっと飲みたいかも。いつか探せたらいいな。あれなんかな、ネット販売だけなのかな、もしかしたら。たまにさ、なんか昔の飲み物が復刻版とかで出てるの見たら、ちょっとめっちゃ買いたくなるよね。たまにさ、なんか出てない？サイダーとかさ、三ツ矢サイダーとか、なんか1900何年代の味を完全再現みたいな、ああいうの見たら、なんかそんな当時の味を知ってるわけじゃないのにさ、飲んでみたくなっちゃう。なんか惹かれるものがあるよね。うん、でも分かんないよ、今若者に人気のさ、モンスターとかさ、もうなんかほんと3、40年ぐらい経ったらさ、言われてるかもしれないよ。昔のおばあちゃんとか、これをストローで飲んでピエンしてたんだってみたいな、何それみたいな、そういう時代が来るかもしれない。復刻版モンスターとか出るかもしれない。私モンスター飲まないタイプだけど。
そういう時代が来るのかもしれない。タピオカとか、タピオカはね回るから、流行りが。今のタピオカ、今っていうかちょっと前のタピオカもあれ第二次タピオカだから絶対来るって。第三次タピオカブーム、タピオカはきっと回ってくるよまた、うん、だってめっちゃ最初に流行ったのって本当昭和とかそんぐらいじゃなかったっけ確か。ナタデココね、ナタデココはあれよね、なんかあのホワイトサワーみたいなジュースの中に入ったさ、ナタデココドリンクみたいなのたまに自販機に置いてるよね。私ナタデココあんま好きじゃないんだよね。でもなんかさ、噛んだらさピュッてなんか出てきてさ、で皮みたいなの残るじゃないですか口の中に、あれが好きじゃないんですよね。なんだこれみたいなあんま好きじゃない。でもなんかゼリーとか鉄板よね、ナタデココ。ちょっとなんか残るのが好きじゃないかな。好きな人はめっちゃ好きよね。うまいのに、うーん、ちょっと苦手かも。そろそろ終わろうかな、朝配信。みんなも学校じゃないわ、学校とかお仕事行ってくるんだよ。頑張って。暑いね、今日は絶対暑いと思うけど頑張ってください。じゃあライブランキングを読みたいと思います。13位から読みます。13位が中澤さん、12位がタオさん、11位が和則さん、10位が TM1 さん、9位が新潟のひろきさん、8位がジリーさん、7位が広島港パセリさん、6位が V2 さん、5位がテリーピーさん、4位がペルさんでした。13位から今での皆さんありがとうございました。そして3位が9時の大悟さん、2位がトニーさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。初見で壇上おめでとうというわけでそろそろ終わりたいと思います。暑い、ダメだ。皆さん今日も一日頑張ってください。私も今日頑張ります。 V 細めの V、 なんか指細く見えるんだけど実際こんな細くないです。いってらっしゃい。それでは今日も一日ファイティン、バイバイ、ありがとうございました。ちょっと夜眠くなきゃなかったらやりますいってらっしゃい。3、2、1、バイバーイ。